世界人口は70億人を超えたが、その中でも旧約聖書の内容について、全く知らないという人間の方が少数だろう。旧約聖書は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖典である。その3つの宗教の信者だけで、世界人口の半分を優に超えるね。旧約聖書という書物は、それほどまでに多くの人間に影響を与えてきた。現在とは過去と一つながりである。人類の歴史を語る上で、旧約聖書の話は避けては通れない。通れないねー、無理だねー。ユダヤ教にもキリスト教にもイスラム教にも触れずに、世界の歴史を語ることはできないからな。そこで今回は旧約聖書における創世記について語りたいと思う。よかろう、語りたまえ。我々が普段旧約聖書と呼んでいる書物は、もともとは別々の書物の集合体だと言える。もともと旧約聖書があったわけではないんだね。旧約聖書がいつどこで誰に編纂されたのかはわからない。おそらくは長い年月をかけて紡がれた物語を、徐々に付け加えて今の形になったのだろうと歴史学は考えている。そう考えていない分野もあるんだね。旧約聖書は、世界史上最も重要な書物でありながら、同時に世界史上最大のタブーだとも言える。聖書は人によって書かれた、というだけで強く反発する人間もいるのだ。その取り扱いには細心の注意が必要なわけだね。聖書は絶対に正しい。そう考える人は決して少なくない。時には聖書の解釈の違いが、殺し合いに発展してしまうこともある。宗教戦争も何度も起こっているもんね。前回の動画でも話したが、神学における聖書と、歴史学における聖書は全然違う。同じことが書かれているのにねー。神学の世界では聖書は真理、だが、歴史学の世界では聖書は資料、だ。さらに法律でもあるんだよね。まあ、旧約聖書自体の話はこれぐらいにして、今回の主題である創世記の話をしよう。創世記は旧約聖書の最初に置かれている章で、天地創造からヨシュアという人物とその家族が古代エジプトに移住するまでの物語である。今回はその中でも天地創造からバベルの塔までの話を紹介しようと思うぜ。天地創造、天地創造。旧約聖書によれば、神は最初に天と地を創造したという。しかし地には形がなく、闇が覆っていた。神が光あれ、というと、光が誕生した。天地創造だね。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付ける。神は次に大空と海を作り、陸を創造した。さらに神は樹木を生やし、太陽と月を創造する。太陽や月の方が後にできたんだね。そして神は海と空を生き物で満たした。そして陸に生き物を誕生させ、空、陸、海を支配させるべく、自分の形に人間を作り出した。最初の人類であるアダムだね。神は7日目に休みを取った。7日目に休みを取る風習は、旧約聖書に由来があると言える。日曜日に休むのはそのためか。神は東の方にエデンの園を作り、人はそこに住んだ。その際神は人に言う。どの木からでも食べてよいが、善悪を知る木から食べてはいけない。じゃあなぜ置いたんだ。なおエデンの園からは4つの川が流れているが、そのうち1つはユフラテという名前だ。それって、ユーフラテス川のことだろうな。前回の動画でも触れた通り、ヘブライ人はもともとメソポタミアに住んでいた可能性が高い。詳しくは、古代イスラエルの滅亡を見てね。神は新たな人間を作り出し、女と名付けた。イブだね。女の元に蛇がやってきて、善悪を知る木の実を食べるようにそそのかした。女は誘惑に乗って木の実を食べてしまい、夫にも食べさせてしまう。木の実を食べ終えると、二人は突然裸でいるのが恥ずかしくなった。知恵がついてしまったんだね。これを知った神は激怒し、女には海の苦しみを、男には労働の苦しみを与えた。その上で神は人間をエデンの園から追い出したのである。楽園追放、か。聖教徒革命後にミルトンが執筆した失楽園では、蛇は悪魔王サタンのことであるとされたな。聖書からは様々な派生作品が生まれたんだね。
楽園から追放されたイブは身ごもり、やがてカインという男の子を産み、次にアベルという男の子を産んだ。やがてカインは血を耕し、アベルは羊を飼った。兄弟はそれぞれ神に貢ぎ物を備えたが、カインの貢ぎ物は顧みられなかった。一体なぜ？カインはアベルを野に誘い、弟を殺してしまった。なぜそんなことを？神はカインの行いに怒り、カインが耕しても作物が育たないようにしてしまった。カインは放浪者となり、やがてエデンの東の喉の地に住んだ。カインの妻はエノクを産み、カインはその名にちなんでエノクという町を作る。あれ、カインの妻はどこから来たんだ？神学とはいわば、聖書をどう解釈するかという面がある。これは法律もそうなのだが、抽象度の高い文章は、受け手によって解釈が異なると言える。健康で文化的な最低限度の生活、なんてまさにその最たる例だね。文化的な生活、とは何か。法文も聖書も解釈学を生んでいると言える。カインの妻は一体何者なのか。これはかなり深い問題だと言えるな。だってアダムとイブ以外に人がいたってことでしょ？カインの妻は、アダムとイブの子孫であるという考え方がある。アベルが死んだ後、アダムとイブの間にはセツという名の子供が生まれた。セツは800年間生きて、エノスという男の子と、他に男子と女子を産んだという。一体誰と？わからない？この点イブだった可能性は否定できない。アダムとイブだけが神が作った人である。神学においてのこの考えは、数学においての1たす1イコール2、と同じ意味を持つと言ってよい。つまり疑うことさえない前提条件というやつだね。なのでその前提条件を守るとすれば、先ほどの解釈のようにならざるを得ない。古代エジプトもそうだったし、ギリシア神話もそうだったが、極端な近親婚は古代の世界において存在していた。詳しくは、オリンポス十二神を見てね。これがある意味神学上の答えと言えるが、他の考え方もある。旧約聖書における人とは、ヘブライ人のみを指すという考えだ。つまりカインの妻はヘブライ人ではなかったということか。こちらの考えでいけば、カインはヘブライ人以外との間に子を成したことになる。歴史学的に見れば、旧約聖書は、ヘブライ人による歴史書だ。ヘブライ人はやがてユダヤ教を創始するが、ユダヤ教の特徴は、選民思想、である。旧約聖書においては、ヘブライ人のみが神の啓示を受けられ、ヘブライ人のみが助かるという場面がいくつも出てくる。神に選ばれした民、ということか。それを全人類にまで広げようとしたのが、イエス、キリストという存在だったと言える。故にユダヤ教の人々は、イエスの行いを決して許すわけにはいかないのだ。ヘブライ人だけのものだったわけだもんね。キリスト教徒から見れば、ユダヤ教徒はイエスを殺した存在である。故にキリスト教徒によるユダヤ教徒虐殺が、歴史上数えきれぬほど起きた。本当に数えきれないほどあったねー。話を再び創世記に戻すとしよう。先ほども触れたように、アダムとイブの間にはセツという名の子供が生まれ、セツにも何人かの子供が生まれた。おそらく、純血のヘブライ人、なのだろう。純血ねー。その後しばらくセツの子孫に関する話が続く。セツの子供のエノスの子供がメトセラを産み、メトセラがレメクを産み、そしてレメクがノアを産んだ。ノアってまさかあのノアかい？ここから聖書はノアの話になる。ノアが500歳の時、セム、ハム、ヤペテが生まれたという。セムってセム語のセムか。ハムはハム語のハムだな。聖書に由来のある名称は非常に多いんだぜ。旧約聖書創世記第6章はノアの話なのだが、気になる表現がある。神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て、自分の好むものを妻にめとった。神の子供と人の子供がいるってことかい。これはかなり気になる表現だ。神の子とは神を信仰するもので、人の子とは神を信仰しないものと解釈するのが一般的なようだな。アダムとイブの子孫の中に、神を信仰するものとそうでないものが現れ始めたということかな。そのような解釈が一般的だが、あるいは人の子はカインの子孫を指すという考えもあるようだ。解釈が分かれるんだねー。
一方歴史学的に見れば、神のことはヘブライ人で、人のことはヘブライ人以外となる。神は言った。私は、すべての人を絶やそうと決心した。旧約聖書の神様って有言実行だよね。だが神はノアに対し、箱舟を作ってすべての生き物を二つずつ箱舟に入れるよう命じる。有名なノアの箱舟、か。ノアが神に命じられたようにしたところで、第六章は終わる。第七章では神による大洪水が起こる。大雨が40日間続き、すべてを押し流していったが、ノアは箱舟があったので助かった。選ばれし者だから助かった。他は死んだ。水は勢いを増し、高い山々を見直うほどだったという。温暖化で現実になりそうで怖いよ。世界中の生物は、陸のものも海のものも空のものもすべて死に絶えた。そこまでするのか。だが箱舟に乗っていた生き物だけは助かったところで第七章は終わりだ。さて、これが有名なノアの箱舟と洪水伝説。だが、シュメール神話にも洪水伝説が存在していた。詳しくは、シュメール文明の滅亡、を見てね。シュメールにおける洪水伝説では、神々がある日洪水を起こして人類を抹殺することを計画するのだが、エンキという神がジウスブラという人間の神官に、巨大な船を建造し、大洪水に備えるように神託をした。神官は神託に従って巨大な船を建造したので、大洪水を生き延びられたということになっている。似ているねー。似すぎているねー。シュメール神話の発見は、神学上の大問題に発展した。ちょっとややこしいので時系列的に説明すると、正確な年代は不明だが、はるか古代にシュメール神話は出来上がった。シュメール文明は紀元前3000年頃から紀元前2000年頃までの間に繁栄したんだよね。しかしシュメール文明は滅びてしまい、その後シュメール文化は廃れてしまい、忘れ去られてしまった。シュメール文明の滅亡の数百年後、ヘブライ人の国である古代イスラエルがパレスチナで勢力を持つ。聖書の大元の編纂が行われたのは、紀元前10世紀頃のソロモン王の時代だったと考えられている。その後ヘブライ人の国は滅ぶが、ヘブライ人の信仰は残った。ユダヤ教だね。その数百年後、ローマ帝国の時代に、ヘブライ人の子孫であるイエスが生まれ、やがてキリスト教が誕生する。それから千年を優に越す時間が過ぎ、シュメール文明の遺産が再発見されたわけだ。長い間失われていたねー。シュメール神話が誕生したのは、旧約聖書が誕生するよりもはるか昔だ。もろもろを考えるに、旧約聖書のノアの箱舟は、シュメール神話を有用したと見るべきであろう。これは偉いことになっただろうねー。さて、話を創世記に戻そう。ノアの箱舟は、やがてアララト山にとどまった。そして地が乾くと、神はノアに箱舟を降りるように言った。そして神は言う。もう二度とすべての生きたものを滅ぼさない、と。ここまでが創世記の八章だ。箱舟に乗っていた生き物だけが生き残ったんだね。シュメール神話の洪水伝説とノアの箱舟の違いは、前者が運の要素が強かったのに対し、ノアは明確に神に選ばれし者だったという点だ。これはユダヤ教の特徴である、選民思想、につながったと言える。神に選ばれしイスラエルの民ってことか。その思想をユダヤ人は、何千年間も持ち続けたんだ。ノアは世界の歴史の中でも、特に重要なポジションを占めることになる。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三宗教のいずれも、ノアを預言者、として敬っている。預言者か。三宗教はいずれも虐殺を伴う宗教戦争を千年単位で繰り返しているが、最大の対立点の一つは誰を預言者とするかだ。イスラム教はノア、アブラハム、モーセ、そしてイエスとマホメットを五大預言者としている。だがユダヤ教からすれば、イエスやマホメットは預言者ではありえない。これはね、学科すぎる問題なんだね。さて、ノアは950歳で死んだ。随分長生きだったんだね。やがてノアの子であるセム、ハム、ヤテペにも子供が生まれていくのだが、特にセムの子孫たちの名前が興味深い。エラム、アシュル、アルパクサデ、ルデ、アラム。
メソポタミアからペルシアにかけての有力民族たちの名じゃないか。エラムとアラムはそのままエラム人やアラム人の、ルドはユディア人、アシュルはアッシリア人の祖にそれぞれ対応すると考えられている。ヘブライ人とそれらの民族は、共通の祖先を持っているということかい？そういうことになるだろうな。なので聖書を絶対的真理だと考えれば、カインの妻はアダムの子孫だったという考えに行き着くことになる。アダムとイブの子孫以外に人間はいないわけだもんね。なおこれよりずっと先の時代、モーセの時代にヘブライ人は近親相姦を禁じることになる。これは裏返せば、その時代まではそういうことが多かったということでもあろう。神話の中に歴史ありか。大洪水後はノアの子孫だけが生き延びたので、すべての人間はノアの子孫であるということになった。そして物語の舞台は、バベルの塔、に移る。聖書によれば、全地は皆同じ言葉同じ発音であったという。それなら英語を勉強しなくて済むね。この時代、英語は原型すらなかっただろうけどな。ノアの子孫たちは繁栄し、やがて都市を建設し始めた。やがて人々は町に塔を建てるようになり、その塔を天まで届かせようとした。天まで届け、天まで届け。神は激怒した。なしてじゃあ。神は人々の間で言葉が通じないようにしてしまったのである。そしてこの町はバベルと呼ばれるようになった。それで、バベルの塔、か。バベルというのは、ヘブライ語で、ごちゃ混ぜ、を意味する、バラル、から来ているようだな。人々はこの出来事以降、全地の表に散らされたという。神様はなんで怒ったんだろう。宗教という存在は、人々の疑問に答える存在でもある。どのように世界は誕生したのか、なぜ人には男女がいるのか、なぜ人々は異なった言語を扱うのか。創世記はそういった疑問に答えを与えていったと言える。神がそう決めたから。故に聖書を真理と考える者は、ダーウィンの進化論など絶対に認めない。聖書の記述に反するからか。アメリカでは進化論裁判、なるものが行われ、進化論を公教育で教えることの是非が実際に何度も裁判で争われている。中には逆に、創世記を歴史的事実として公教育で教えるべきだと主張する者もいる。根深い問題だ。実際、進化論裁判はアメリカ合衆国の連邦最高裁判所で争われているからな。ガリレオの宗教裁判の例を見てもわかるように、宗教と科学はしばしば対立する。詳しくは、ガリレオ、ガリレイ、を見てね。なお2009年にアメリカの調査会社が行った調査によれば、アメリカ合衆国国民の 25% はダーウィンの進化論を全く信じていないという。およそ4人に1人の割合か。一方進化論を信じる割合は4割弱で、残りは進化論に対して無意見。別の調査でも、5割弱が、創世記の内容通り、神が人を創造したと信じているという結果になったそうだ。聖書の影響力の強さがわかる。聖書、とは一体何なのか。ヘブライ人の神話なのか、ヘブライ人の歴史書なのか、ヘブライ人が守るべき法なのか、それとも全人類の真理なのか。聖書は、人類史上断然ダントツのベストセラーである。その正確な発行部数の統計を取るのは不可能だが、毎年億単位で発行されるという。まさに桁違いだね。文字が読めなくても聖書の内容は知っている。そういう人間も過去から現在に至るまで、数えきれないほどの人数に上る。聖書が人類の歴史と現在の人類に与え続けている影響は計り知れない。といったところで今回は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。